お疲れ様ですリファイトクラブぜひ私も参加させていただきたいと思いますっていうかねこういうのがあればいいなと思ってたきつけたまあ責任もあるかなっていうところもありまして、ね、まあ私があ熟成の第一号ということになるでしょうか40代50代のど真ん中50歳になったばかりのこの私がですね40代のまあ初めぐらいからダイエットをして最初ジョギングをすると足首が痛んだんですよ で、ウォーキングに切り替えて、で、シューズとかもね、弾力のあるやつにしたりとか、あと、歩く道もアスファルトじゃなくって、土の道路を歩くようにしたりとかね、それから、足が上がるようにとか、あーまあ、体幹を、まあ、自分なりにやったりとか、あと、ガチンコファイトクラブっていうね、ミスター・エムっていう、そっか塾の塾生さんも入ってきて、彼はね、100キロ以上の巨漢だったんですけども、見事ね、ダイエットに成功して、プロレスラーみたいな体格でね、 まあ頑張ってくださった YouTube チャンネルも育ってくださったというところでオンライン焼肉もやったりとかしてね結構楽しかったんですけどね、まあ、そういったこともあったりとかで私もかなり意識してこのリファイトクラブを本当待ち望んでおりましたいやーネーミングいいっすねリファイトクラブ40代50代のオンラインレッスン、えー、ぜひねこれプロモーションどんどんして、えーまあ、儲かるクラブにしていきたいなと思いますしそれ以上に 入っってよかったと思えるような、ね、あのライズアップみたいにきついけど結果が出る結果が出るけどきついじゃなくってまあそこそこねきついんだけども楽しくね自分の思い出のぐらいのかっこいいようなワンショットを撮ったりとかねそれから1分間のまあもしくは30秒でもいいんだけどもその何あのシャドーボクシングをする経験をなんか一人でシャドーボクシングってちょっと恥ずかしいじゃないですか。でもリファイトクラブの あのクラブ生だってことでもうしょうがなくやってるみたいなね言い訳も立つと思うんですよですねで今一度自分のボディを磨いておきたいロッキーのような体になりたい、えー、第2章クリードを見て感動したそんなねおじさん世代大歓迎みたいな感じでねやっていただきたいと思います私もね決めポーズ送りますよそれからあのあれですよなんかシャドーボクシング それはちょっと難しいんですけども、まあ、最初は10秒ぐらいのうちのオークシングからね、送らせてください <laughs>。60秒はとても無理ですよ。フットワークも全然効かないんでね、うん。ただし、あの、いずれできるようになっていきたいなと思いますんで、まあ、あの、本当、お付き合いよろしくお願いしますと。それから、あの、ズーム対談なんですけども、いい感じで、あの、台本書いてね、あの、見てる人が興味持ってるようなものにしたいと思いますし、それから、あの、随時連絡受付中みたいな、 あの受け入れもしたいんですけども何よりも坊君が常に新しい動画を更新してるってことであ今でもやってんだなみたいにね感じさせないといけないんでやっぱこう23週間この動画のアップロードに間が空いちゃったっていうのはやっぱり避けた方がいいかなと思うんですよそこだけお願いしたいかなとまあなんとなくスタートしていければいいなと思ってますなんかね今ね草むらを走ってきたんですけどなんか道着にこんなのがついて草っぱなのんか。 痛いねね、うん、ちょっと、ね、やっぱり草丸を歩くもんじゃないですね。えー、ということでこんな閉まらないあのラストシーンですけどもとにもかくにもよろしくお願いします。うっ